はい、よろしくお願いします。今回はきっかけ英字熟語の第15弾をお送りします。で、今回この5つのね、熟語をやりますので、まずこの状態でテストしたい方はぜひ動画止めてやってみてください。では早速ね、自分の方は1番から意味の方やっていきます。よし、じゃあまず1番が、これ between A and B です。で、これは between っていう単語の意味を覚えておくと、まああんまり苦労はしないんですが、これがね、まあ、ほにゃらの間っていう意味なので、これ A と B は基本的に場所の名前が、場所というか物の名前とか来るんですけど、 A と B の間にという意味になります。なので、まあ、意味はそんなね、苦労しないと思うんですけど、まあ、例えば、じゃあ、まあ、リンゴと、どうしようかな。まあ、なんだろう。メロンとかにしますか。リンゴとメロンっていう単語を入れて、そうすると、リンゴとメロンの間にホニャララがあるよ、みたいな感じで言うことができます。これが、between A and B だね。で、2番が、arrive at ですね。で、これは、arrive。これ動詞なんですけど、これが、ほにゃららに到着、ほにゃららって言うと、ほにゃららに到着すると意味になるのね。で、これ、アライブアットもそのまま同じです。まあ、アットがね、ついて、ほにゃららに到着するという意味です。で、これはですね、ぜひセットで覚えてほしいことがあって、アライブアットともう一個、アライブインっていうのを覚えてください。アライブイン、これ必ずセットで覚える。で、実はなんでセットで覚えるかっていうと、意味が同じなんです。これアライブアットもアライブインも到着するなのね。だからセットで覚えてほしいっていうのと、じゃあなんで2つわざわざ同じ意味のがあるかっていうと、これ基本的によく言われるのが、アライブアット上の方は狭い場所に到着するときに使います。狭い、こう場所ね、狭い場所。アライブインは広い場所なんて言われます。例えば例を挙げると、アライブアットザステーション、駅ですね。だからその駅に到着するみたいな感じで使うと。で、下のアライブインとかだったら、まあ、国名とかで、まあ、使うイメージが強いですね。アライブインアメリカ、アメリカね。そうするとアメリカに到着するっていう、まあ、厳密に狭い広いっていうね、覚え方でいいと思うんですけど、まあ例として、例えば arrive at the station みたいな感じで使うとか、arrive in America みたいな感じで使うんだっていうのをセットでぜひね、覚えておいてください。まあ意味はね、そこまで苦労しないと思うので。で、次です。次が、one ほにゃらら。で、カンマが入って、the other ほにゃららです。で、この熟語は、まあ、大体熟語の参考書とかにね、必ずって言ってほど載ってるものなんですけど、これだけね、覚えてもあまりピンとこないんですよね。え、どういう風に使うのみたいな。こっちとかは普通に長文とか見てたらよく出てくるし、まあ、問題とかでも出てくるぐらいだからね。between とか arrive は。で、まずその one ほにゃらら、the other ほにゃらら、意味から書いてしまうと、これは、一つはほにゃらら、まあ、こっちの部分ですね。で、もう一つはほにゃららみたいな意味になります。一つはほにゃららで、もう一つはほにゃららっていう。じゃあこれどういうことかっていうと、例えば one ほにゃららって言った後に、一つはこういうものですよ、で、もう一つはこういうものですよみたいな感じで言うときに使います。で、さっきも言ったように、これだけ今覚えておいても、いや、どこで使うんかなみたいな感じにしてしまうんですけど、長文を読んでるときにたまに出てくるんです。で、気づきやすいのは、もう目印がわかりやすいと。1から始まってるからね。ただし、その前に前置詞、and とかが入ってるかもしれないけど、1ほにゃらら、1から始まって文が始まってると。で、カンマが来てて、あ、the other がいる。もうこれが目印になりやすいですね。ワンがいて、カンマ、ゼ、アザーがいる。ってなったら、一つは、ここ、ここにはいろいろね、文が、もうあと単語入りますけど、一つはこういうものですよ。もう一つはこういうものですよっていう意味になるので、知っておくと、長文の時に訳せます。
訳すことに苦労しなくなるので、その部分ね。なので、ぜひね、覚えておいてください。で、4番いきましょう。stop ing ですね。stop ing。で、stop。これが、ほにゃらら止めるとかって、やめるっていう意味があるんですけど、この ing が来ると、ほにゃららするのをやめるという意味になります。これ ing、まあ、動名詞っていう言い方をしますけど、ここだから動詞が来ます。いい？ stop, ing。あ、例えば stop studying。study ね、動詞だよね。に ing をつけて stop studying って言うと、勉強するのをやめるみたいな言い方を使うんで、あ、言い方になります。で、これは絶対ね、セットで覚えてほしいものがあって、似てるにしとこうか。これは stop to ほにゃららです。もうよく聞かれますね。stop ing と stop to の意味の違いっていう。で、この stop to ほにゃららは、ほにゃららするために立ち止まるという意味になります。ほにゃららするために立ち止まる。だからこの部分、to の後ろも動詞の原型が来ます、ここね。で、まあ、stop to, study って言い方はちょっとなかなかないですけど、勉強するために立ち止まるっていう、そういう状況的にないけどね。ただ、この意味の違いはすごく問われるところなので、ぜひ覚えておいてください。stop ing と stop to ほにゃらですね。で、最後が as as possible です。as as possible。これまず意味だけ先やっちゃいますか。よいしょ、ちょっとね、ペンを間違った。これが、できるだけ、ほにゃららです。できるだけ、ほにゃらら。で、ここ、中2課で、比較級、最上級の時に、あずあず文っていうのをセットでやるんですけど、そのあずあずと同じ感覚でいいんですが、この部分、真ん中は、形容詞とか、副詞の原型、まあ、原型というか、形が変わってない、元の形ね、まあ、原型か、を入れてください。で、例文として、ぜひ覚えてほしいのが、これですね。あ、いいか。ちょっとですね、撮影用の環境が、カメラの位置とか全部変わってしまって、板書がね、どこまで使えるかが、だいぶ変わっちゃったんで、ごめんね。うまく入ってるけど大丈夫か。As soon as possible です。As soon as possible。で、これで、できるだけ早くという意味になります。できるだけ早く。これはもう塊でぜひ覚えちゃってください。as soon as possible。できるだけ早く起きるみたいな感じで使います。例えば、じゃあ起きるの今使ったので、じゃあ he でいこうか。he gets up。これちょっと書けないけど、まあ後で消せばいいので、待ってね。右上使いましょうか。ちょっとごちゃごちゃして申し訳ない。これね、右がね、以前よりかなり使えるんだよね。ちょっと待って。he gets up。起きるだよね。で、as soon as 待って、こんな位置まで入んのか？入ってる。as soon as possible って言うと he gets up 彼は起きますと。 as soon as possible できるだけ早くですね。つまり彼はできるだけ早く起きますっていう意味になります。こういう風に使ってください。で、これも覚えてほしいんですが、これの書き換えを一個覚えてほしくって、この部分 as as possible、 これはas と possible くっつきます。ここ離れません。ここに何かが入るだけです。で、もう一個が、as as ほにゃらら can っていう使い方があります。ほにゃらら can です。一応書いておこうか。この possible の部分が、ほにゃらら can。ほにゃららっていうのは主語が入ります。基本的にね。で、つまり、今これ主語 he だったでしょ。だから、この possible の部分が、he can になります。He gets up as soon as he can っていうと同じです。彼はできるだけ早く起きるっていう意味になります。で、can を使うときちょっと気をつけてほしいのが、今この前の部分、これ gets なんで現在形ですよね。だから can で OK なんです。これが過去形の場合、ここ can ではなくて could になります。ごめん、ちょっとぐちゃぐちゃした。could。
時制を合わせてください。時間をね、過去だったら過去に合わせるという注意も必要になるんですが、ぜひ as as possible と、まあ、as as ほにゃらら can ですね、意味が同じなのでセットで覚えてみてください。では今回はきっかけ英熟語第15弾お送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。はい、いっぱい書いたんでね、ちょっと待ってね。これケースでしょ。で、あ、これも計算なきゃダメか。で、インとアットね、ちょっと問題にできないんですけど、ぜひね、狭い、広いと。あとは、まあ、使い方の例も、頭の中にね、入れておいてください。で、右もちょっと消さなきゃだよね。よいしょ。これ絶対ダメでしょ。分かってしまうから。ちょっと変えようか。よいしょ。あー、落ちた。で、これもいらないか。あとは、ここだ。ストップトゥーね。ほにゃららするために立ち止まる。よいしょ。で、これ問題にしてないですけど、まあ、as soon as possible よく出てくるからね、覚えてみてください。よし、では、改めてね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。で、20までこのシリーズやっていく予定ですので、もしよかったら次回の方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。